はようございます。2月12日月曜日の東京インフォメーションです。東京都は未来の東京をより良くするため、高校生たちがビジネスアイデアを小池知事にプレゼンしたイベントの模様を動画配信しています。東京は共に社会課題を解決しようというそういうチャレンジャーを求めていますので、誰もが気軽に楽しく会話ができる東京を目指して、世界中の夢を抱く人々が東京を目指すように、将来の目標を見つけるきっかけを提供していきたいと思います。東京都をより魅力的な都市にしていきたいです。瞬時にファッションアイテムを提案するショッピングアプリです。ハッピーハッピー女性専用家探し引っ越しサービスです。途上国の貧困世帯を支援する冷蔵庫プロジェクトを行っています。今日の皆さんのようなチャレンジャーを全力で応援していきたいと思っています。この動画は起業を目指す高校生たちが未来の東京をより良くするためのビジネスアイデアを小池知事にプレゼンするイベントの模様をまとめたものです。イベントに参加したのは都が行っている高校生起業家養成プログラム起業スタートダッシュを受講した7人の生徒です。東京都公式動画チャンネル東京動画で見ることができます。東京都教育委員会はオンライン説明会、学校でのキャリアの始め方を開催します。学校でのキャリアの始め方はペーパーティーチャーや教員免許を持っていない人などを対象としたオンラインセミナーで、4月からの学校でのキャリアの始め方をガイドします。来月2日土曜日の午後1時から2時50分までオンラインで開催されます。参加を希望する人は東京都公立学校教員採用のホームページにマイページ登録をしてお申し込みください。オンライン説明会はこのほか来月9日土曜日の午後1時から2時までに学校での教員経験を生かすキャリア採用説明会が行われ、来月19日火曜日の午後4時から5時には東京都の教員として働くが行われます。いずれもマイページ登録の後にお申し込みください。東京都教育委員会からもう一つお知らせです。東京都公立学校美術展覧会が開催されます。73回目となる東京都公立学校美術展覧会は今月14日水曜日から18日日曜日まで東京都美術館ロビー会および第1、第2、第3展示室で開かれます。入場は無料です。都教育委員会では17日土曜日と翌18日日曜日は混雑が予想されるため平日の来場に協力してほしいと呼びかけています。都では東京ナイト&ライトオープニングイベントへの参加者を募集しています。東京ナイト&ライトは今月26日月曜日から都庁第一本庁舎の東側壁面に毎日上映されるプロジェクションマッピングです。上映のコンテンツは土日祝日にはストーリー性のあるコンテンツが上映され、平日には都庁舎の造形美を生かしたコンテンツが上映されます。今月25日日曜日の午後6時半から7時10分の予定でライブパフォーマンスを交えたオープニングイベントが行われます。参加費は無料です。観覧を希望する人は申し込みフォームから
今月15日木曜日の正午までにお申し込みください。定員は2000人程度です。応募多数の場合は抽選になります。今日お伝えした内容は番組のホームページにアップしていますのでご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。